長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。8月は夏に嬉しい麺特集。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのはタイ風エビ焼きそば。ご家庭にある材料で本格的なタイの味を作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。厚揚げは1センチ幅にカットします。たくあんは千切りに、ニラは4センチ幅にカットします。ボウルに桜エビと調味料を加え、よく混ぜ合わせます。桜エビやケチャップで旨味や酸味をプラスすると、タイの味に近づくんですよ。ステップ2、炒めます。フライパンにサラダ油大さじ1を入れ、中火で熱し、溶いた卵を加えて炒めます。卵は一度取り出し、残りのサラダ油を入れ、むきエビ、たくあん、厚揚げを加え、さっと炒めたら、タレを加え、香りが立つまで煮詰めます。タレを加えた後は、しっかり煮詰めましょう。美味しく仕上げるポイントです。ステップ3、仕上げ。フライパンに麺と水を加えて、水分が飛ぶまで炒めます。そこに卵を戻し、もやし、ニラも加え、さっと炒めたらお皿に盛り付け、最後にレモンを添えて完成です。タイではビーフンを使いますが、焼きそばの麺を使えばとっても簡単にできますよ。辛くないので、お子さんも一緒に楽しめる一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介してます。ではまた来週。第12回全国親子クッキングコンテストを開催いたします。募集テーマは我が家の美味しいご飯。小学生のお子様とペアを組んで2名1組でご応募いただけます。長野県大会は11月3日土曜日に開催、締め切りは9月30日日曜日。さらに応募者全員に図書カード500円相当をプレゼント。詳しくは長野都市ガスのホームページをご覧ください。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。